市民球場です。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ4回戦の模様をお送りしてまいります。ホークスの先発は右の武田、対するマリーンズの先発は右の岩下、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の武田マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、先頭バッターは高部。背番号38、はい、第9投げました。直球ストライク、インコースへ。投球これから2球目、インハイの直球はボール。第3球を投げました。ストレートはボール。第4球を投げました。ストレート空振り。次は5球目、投げました。ボール。投げました。打った。打球はサード後方、ガルビス。バックしていった。余裕があります。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番中村。第9投げた。高め、ストレートは外れてボール。第2球投げた。インロー、直球は外れてボール。第3球を投げた。空振り。投げた。打ちました。ピッチャー返し、抜けた。中村、ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号54。第9投げた。縦のスライダーはストライク。まずは入れてきました。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げました。低め、ストレートは外れてボール。第3球を投げました。打ちました。三遊間の打球破ってった。中継、レアードいいバッティングを見せました。ホークス先制のピンチを迎えます。第9投げました。低め際どいボール。第2球ストライク。投球は3球目、投げました。打ちました。いいピッチャーライナー。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。第9投げました。ボール。投げた。ストライク。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた。外れた。ボール。さあ4球目、低めギリギリいっぱい、ストライク。第5球投げた。縦のスライダー、ボール。肩越しにランナー見た。第6球をランナー自動的にボール。フォアボール。これで満塁です。バッターは6番藤岡。背番号4。第9投げた。初球外れてボール。第2球ボール。第3球を投げた。空振り。第4球を投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。当たり損ねのファーストゴロ。中村そのままベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。武田ツーアウト満塁のピンチでしたが、最後はきっちり0点に抑えています。ホークスまずはゼロに抑えました。右の岩下マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは牧原。第9投げました。見送ってボール。投げました。スプリット空振り。投球は3球目、投げました。低め際どいボール。第4球を投げました。4球目空振り。さあ5球目ボール。第6球は打ちました。セカンド正面。中村ボールを取る。一塁へ送る。アウト。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは2番今宮。第9投げた打ったファールボール。投球これから2球目ボール。第3球を投げた打ちました。藤岡掴んだ一塁送球アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは3番柳田。第9スプリット見送ってストライク。第2球投げた打ちました。岩下ボールを掴んだ一塁へ送るアウト。スリーアウトチェンジ。岩下まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の佐藤。投げた初球を打ちました。三遊間のゴロ。ボールはファーストへ一塁アウト。これはアウトです。さあリプレイです。右バッターボックスは8番田村。通算500安打まであと8本としています。第9ストレートはストライク。第2球投げたストレートはボール。第3球は打ちましたファール。第4球を投げましたインコースへ変化球ボール。投球これから5球目ボール。第6球を投げました。打ったいい当たりだライトへの打球取りました。これで2アウトランナーありません。バッターは9番和田。第9投げました初球フォークボール空振り。少し意識しすぎたか。1球目空振りから第2球投げました打ちましたファースト左アウト。中村一塁キャンバス踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。武田下位打線を三者凡退0点に抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターはグラシアル。第9投げました初球見送ってストライク。いきなり151キロ。初球ストライクから打ったファールボール。投球はこれから3球目外れたボール。次は4球目投げた外ボール。第5球投げたボール。第6球を投げた打ちました。左中間へのフライですが掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番栗原。第9初球スプリット空振り。さあ次の投球打ちましたファール。第3球を投げた打ちましたファールボール。投球これから4球目打ちました右中間へ持っていきましたがヒットになります。ボールはセカンドへ。栗原ツーベースヒット。ホークス先制のチャンスを迎えます。バッターは指名打者デスパイネ。第9投げたボール。第2球投げました高め外れてボール。投球はこれから3球目打ったサード左アウト。これで2アウトランナーは2塁変わりません。第9投げましたストライク。タイミング合いません。さあ次の投球ボール。第3球を投げましたスプリットはボール。第4球を投げました空振り。少し意識しすぎたか。追い込んでから第5球低めスプリット外れてボール。第6球を投げました打ちました。これはいい当たり入れば先制だ。打球はそのまま伸びていくギリギリ入ったホームラン。今シーズン第1号先制ツーランホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ渾身のストレートを完璧に捉えました。
今チームメイトが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。左バッターボックスはガルビス。第9初球を打った、三遊間抜けた、ガルビスナイスバッティングです。バッターは9番甲斐。第9投げた、初球空振り。さあ次の投球ボール。第3球を投げた、高め際どいボール。次が4球目、インサイドストライク。さあ5球目打ちました。第6球を投げた、空振り三振。2回が終了しまして2対0、ホークス先制点を挙げています。マリーンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは高部、第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、打った、中村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックスには中村、これが2度目のバッターボックス。アウトコース、縦のスライダー外れてボール。第2球インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投げた、打ちました、フラフラッと上がった、サード落下点に入りました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番レアード、投げました、決まってストライク。第2球投げました、これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球は1球外してボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、取ってこれで3アウトチェンジ。武田、この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって2対0です。ホークス、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは牧原、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げました、打った、破った、牧原いいバッティングを見せました。バッターは2番今宮、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球ボール。第3球を投げました、インコース低め、スラーブ外れてボール。さあ4球目、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー2塁に変わります。投げた、ボール。さあ次の投球外角高め、ボール。投げた、スプリット空振り、タイミング合いません。次は4球目、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、レフト見送った、ホームラン、今シーズン第2号ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、チームメートが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番グラシアル、第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げた、見送ってストライク、1球目ストライクから見送ってボール。第3球低め外れてボール。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライト、ライト掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番栗原、投げた、見送ってボール。投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。次が4球目、投げました、ボール。第5球投げました、空振り、
第6球はスプリット、空振り三振。序盤終了しまして4対0、ホークスリードを4点としています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは安田。最初のバッターボックスはピッチャーライナーに倒れています。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げた、フォーク決まってストライク。投げた、外れた、ボール。投げた、これは引っ掛けた、フラフラッと上がった。秋原掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスにはマーティン。最初のバッターボックスはフォアボール。アウトコース低め、ボール。第2球、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、決まった、ストライク。追い込んで投げました、打った、ピッチャー返し、一塁送球、アウト。マーティン、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、打ちました。第2球投げました、ボール。インコースへ。第3球を投げました、打ちました。一、二塁間のゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。武田、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイネ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インコース外れてボール。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。追い込んでから第4球を外角低め、ボール。第5球投げた、低め際どい、ボール。次は6球目、投げた、打ちました、レアード交代。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番中村、今日2打点を挙げています。第1球投げた、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた。中村ナイスバッティングです。今日これで2打数の2安打。初球空振り。さあ次の投球、内角低め、外れてボール。第3球はボール。次が4球目、ボール。投球これから5球目、打った、抜けた、中継。ガルビス、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第1球投げた、ボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球決まった、ストライク。第4球を投げました、スプリットはボール。投げました、ボール。投球はこれから6球目、打ちました、三遊間へのゴロ、抜けた、レフトバックホーム、ナイスバッティングです。ホークス、なおもチャンスが続きます。第1球投げました、打ちました、ファール。第2球、ボール。第3球を投げました、打った、流し打ち、ファール。第4球を投げました、打った、次は5球目、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる。ホークス1点入りました。記録はヒット、記録はヒットです。ホークス、なおもチャンスが続いています。第1球ストレート決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、低め、ボール、抜けました。第3球を投げた、低め、ストレートは外れてボール。第4球を投げた、打った、強い当たり、さらに伸びていく、ライトを見上げた、ホームラン。今シーズン
完璧に捉えました。バッターは3番柳田。第1球投げた、高めいっぱいストライク、まずは見送りました。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、レフトを見上げた、ホームラン。今シーズン第3号ソロホームラン。柳田、これで2打席連続のホームラン。素晴らしい一発をベンチも祝福。バッターは4番グラシアル。今日はレフトフライとライトライナー。ストレートはボール。第2球投げました、打ちました、内野ゴロ、安田取った、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番栗原。これが3度目のバッターボックス。内角直球は外れてボール。第2球投げました、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン。今シーズン第2号ソロホームラン。右中間スタンドに叩き込んだ、失投を逃しませんでした。さあチームメイトからも祝福を受けます。ここで打者一巡してバッターはデスパイネ。今日はサードゴロとファーストフライ、ボール。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、打った。第5球投げました、打ちました、岩下ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ホークス大量リードです。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の佐藤。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。ファールボール、打ったいい当たりだ、破ってった。佐藤いいバッティングを見せました。右バッターボックスは8番田村。第1球投げた、外れた、ボール。第2球投げた、まっすぐ空振り。第3球を投げた、ボール。次は4球目、投げた、ボール。第5球投げた、5球目空振り。投球はこれから6球目、打った、痛烈な当たり、ヒット。中継、二塁送球、田村ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして、和田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球空振りから、ボール、外角高め。第3球縦のスライダー、ボール、インコース低め。次は4球目、投げました、ストレートはボール、アウトローへ。第5球投げました、打ちました、投げました、147キロ直球、空振り三振、バットが空を切りました。投げました、フォークボール見送ってストライク。第2球投げました、アウトロー、ボール。投げた、打ちました、三遊間の当たり、一塁へ送る。マリーンズようやく1点を返しました。右バッターボックスは2番中村。今日3打席目。第1球投げた、外角高め、際どい球、ボール。第2球投げた、あっと引っ掛けた、ガルビス下がっていった、ファール。投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、フェンス直撃。中継、マリンさらに1点を返しました。中村タイムリーツーベース。ホークスなおもピンチが続きます。さあチャンスをものにできるか。第1球投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球膝元、外れてボール。第3球を投げました、見送ってボール。次は4球目、投げました、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、引っ張った、
きます。ファウル。第6球を投げました。ストレートはボール。第7球を投げました。打った。レアード追い込まれていますが粘ります。打ちました。低めのボールに手を出しました。投げた。打った。レアード粘ります。投げた。打ちました。投げた。高めボール球打った。ショートバウンド。ボールを掴んだ。今宮うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。5回の表が終わって11対2、武田とうとう打たれてしまいました。岩下降板。マウンド上ピッチャーは中村。今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは中村。第9、1球目ストレート空振り。第2球ボール。マリーンズここは引っ張りに警戒します。投球は3球目。投げた。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。ボール。低め。次は5球目。投げました。打った。打球は三遊間へ。安田掴んだ。セーフ。一塁はセーフ。記録はヒット。ガルビス右のバッターボックス。ストレートはボール。第2球投げました。ストレート。キレのある変化球。第3球を投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。次が4球目。投げました。145キロ直球。空振り三振。右バッターボックスは甲斐。これが3度目のバッターボックス。第1球ボール。第2球投げました。打ちました。安田ボールを掴んだ。一塁送球アウト。甲斐いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。ツーアウトランナー二塁に変わります。第2球投げた。直球ストライク。第3球を投げた。ボール。内角へ。第4球を投げた。ツーシームはボール。次が5球目。投げた。打ちました。切れていきます。ファール。第6球を投げた。流し打ち。ボテボテのサードゴロ。アウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー中村残塁に終わりました。前半が終わりまして11対2です。武田降板。右の松本今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ゲームは後半に入ります。トップバッターは安田。今日はピッチャーライナーとセカンドフライ。投げました。変化球ストライク。外角高め。第3球を投げました。インコース低め。ストライク。第4球を投げました。見逃しの三振。バッターは5番マーティン。今日はフォアボールとショートゴロ。ボール。第2球投げました。外れた。ボール。第3球を投げました。ボール。投げた。あっと打ちました。中村取った。中村一塁踏んでアウト。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは6番藤岡。今日はファーストゴロとセカンドゴロ。ボール。第2球投げた。打ちました。引っ掛けた。フラフラッと上がった。セカンド落下点。取りました。これでスリーアウト。松本三者凡退に抑えています。6回の表が終わって11対2です。ホークスこの回は2番からの好打順。先頭バッターは今宮。今日は満塁ホームランを放っています。第2球打ちました。いったか。どうだ。入るか。左中間深いところ掴みました。バッターは3番柳田。第1球投げた。初球空振り。1球目空振りから。またも空振り。バッター追い込まれました。追い込んで投げた。打った。引っ張った。ファウルボール。第4球を投げた。低めスライダーは外れてボール。
第5球投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、柳田ナイスバッティングです。今日これで4打数の3安打。第9球見送ってボール、投げました、2球目空振り、少し意識しすぎたか。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、ツーシームはもうインハイへ。第5球投げました、打ったこれはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、センター見上げた、ホームラン、第5号ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、スライダーを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。左バッターボックスは栗原、今日はホームランを打っています。投げた、決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール、マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、スライダー、ボール、低め。第4球を投げた、スライダー、ボール、さあ投球は5球目、ストライク、変化球にキレがあります。第6球を投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振。第1球投げました、打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、レフトセンター見送った、ホームラン、今シーズン第2号ソロホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、スライダーを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。バッターは7番中村、今日は3安打猛打賞。第9球ボール、投げました、ボール、第3球を投げました、見送ってストライク。さあ4球目打った、投球これから5球目、ツーシーム、空振り三振。6回の裏が終わりまして14対2、ホークスこの回3点を加えています。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは指名打者佐藤、初球空振り、スローカーブに全くタイミング合いません。第2球投げました、変化球はアウトローへ、ボール、投げました、打った、左中間へ持っていきましたが、これはヒットになります。佐藤一気に二塁へ、佐藤いいバッティングを見せました。チャンスをものにできるか。第9球初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから高速スライダー、ボール、投げた、ボール。第4球を投げた、空振り。さあ5球目打ちました、三遊間の打球、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、一塁送球、アウト、ホークスなおもピンチが続きます。打順は1番に帰って高部、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。第4球は外れた、ボール。第5球投げました、打った、ライトの右、ファール。第6球を投げました、打ちました、ガルビス、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。マリーンズサードランナー残塁、7回の表が終わって14対2です。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃、この回の先頭バッターはガルビス、1球目ストレート空振り。第2球投げました、打ちました、ライト落下点、これはライトフライになった、マーティ取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番甲斐、今日はここまで3打数1安打1三振。
第9球投げました。ストレートはボール。第2球投げました。見送ってボール。第3球ボール。第4球を投げた。引っ張った。左へ打っていったがこれは切れてファー。第6球を投げた。空振り三振。打順はトップに帰って牧原。今日はここまで4打数2安打。投げた。初球引っ張った。ぐーんと伸びて右に切れました。ファー。打った。ファールボール。第3球を投げた。ボール。投げた。打ちました。これは内野ゴロ。安田掴んだ。サードから一塁送球。一塁セーフ。セーフセーフ。右バッターボックスは2番今宮。今日5度目のバッターボックス。第1球外れた。ボール。第2球アウトコース高め空振り。キレのある変化球。第3球アウトコース低め。ボール。第4球をランナー走った。打ちました。ヒットエンド。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー牧原残塁に終わりました。7回の裏が終わりまして14対2です。松本降板。マウンドに上がったのは泉。これが7試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げました。インロー外れてボール。さあ次の投球投げました。高めボール球打った。今宮ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第1球見送ってストライク。第2球インロー際どい球。ボール。第3球を投げました。見送ってボール。第4球を投げました。打ちました。ファールボール。さあ投球は5球目。投げました。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが谷川掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは4番安田。第1球まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた。低めストレートは外れてボール。投球はこれから3球目。打ったに当たりだ。抜けた。安田いいバッティングを見せました。左バッターボックスにはマーティン。インコース低めストライク。投球これから2球目。見送ってボール。第3球を投げた。ボール。次が4球目。投げた。空振り。ホークスここは引っ張りに警戒します。次が5球目。打った。ファール。次が6球目。投げた。外れた。ボール。さあ7球目。ランナースタート。打った。これは強烈。さらに伸びていく。場外への特大ホームラン。今シーズン第2号ツーランホームラン。まさに目の覚めるような一発。ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。バッターは6番藤岡。今日はここまで3打数ノーヒット。第1球真ん中ストライク。少し意識しすぎたか。第2球投げた。ボール。高め。投球は3球目。投げました。ボール。投げました。4球目空振り。第5球投げました。縦のスライダー。ボール。外へ。さあ6球目打った。さあ7球目投げました。アウトコース低め。空振り三振。8回の表が終わって14対4マリーンズ。この回2点を返しています。中村降板。5
ここでマウンドに上がったのは鈴木。今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げました。肩のスライダーボール。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。打ちました。ファウルボール。さあ4球目ボール。さあ5球目空振り。投球はこれから6球目。打った。痛烈な当たり。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。先ほどからライトに入っています。シュート。第9インコース高めストライク。投球これから2球目。低めのボール引っ掛けた。フラフラっと上がった。中村余裕があります。セカンド取りました。これで2アウト。ランナーありません。先ほどからレフトに入っています。谷川。第9投げた。外れた。ボール。第2球投げた。内角へストライク。投げた。見送ってボール。第4球を投げました。アウトコース高めボール。さあ5球目打ちました。フラフラっと上がった。ピッチャー落下点に入りました。掴んでこれで3アウトになります。ホークスクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。8回までが終了しまして14対4です。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは DH の佐藤。決まった。ストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。インサイド空振り。投球は3球目投げました。高速シンカーはボール。アウトコース低め。次は4球目投げました。打ちました。いい当たり。今宮ボールを掴んだ。ショートから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは8番田村。第9投げました。内角際どい球ボール。投げた。アウトロー際どい球ボール。第3球を投げた。高めの球空振り。タイミング合いません。次は4球目投げた。カットボール空振り。第5球投げた。打ちました。シュート落下点に入った。シュート取りました。ホークス勝利目前。バッターは9番和田。スタンドからは大きな声援が上がっています。投げた。打ちました。初球打ち。フラフラッと上がった。ガルビス余裕があります。取りました。試合終了です。ホークス大差で勝利しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は14対4、ホークス大差で勝利を収めています。勝利投手は武田、敗戦投手は岩下。ホークス今日は快勝となりました。次のゲームも期待しましょう。実況は私堂前秀夫で市民球場よりお伝えいたしました。